はい、こんにちは、イレイ君です。ということでして、リリースされたばかりのリバース1999なんですが、皆さんどのキャラが強いとかわかりますかね？わからない、間違いない。ですので、本日は先行してリリースされてた中国版もやってるイレイ君がリセマラジのおすすめキャラを紹介したいと思います。はい、ちょっとガチャの方を見ていきますと、まずこちら、最大30回回せば、この3人星6なんですが、このうち1人が必ず手に入れることができますよというガチャですよね。この3人は基本的にアタッカー系の、キャラクターでして、できればリセマラジに強いメインアタッカー、メインだよ、ただのアタッカーじゃなくてメインアタッカーを手に入れたいですので、今ここに出てるキャラクター悪くないですよ。ちょっと一人ずつ見ていきましょうか。まず一番左のリリアなんですが、これ僕中国版でも使ってるんですが、普通に強いです。おすすめです。簡単に説明しますと、クリティカル率がちょっと高めと、そしてクリティカルが出ると追加ダメージが出ます。ですので非常に、総ダメージ数が高くなります。リリア取得された方は、メインアタッカーとしてね、育成していいと思います。はい、次に真ん中のエターニティなんですが、こちらもメインアタッカーとして活躍できます。簡単に説明しますと、5ターンが経過するとめちゃくちゃ強くなります。ダメージボーナスが、5ターンで 25% ですかね、ぐらいになって一気にね、余ダメージが上がります。ですので、このエターニティ持ってる方います。いるわ！あなたラッキーボーイ！ラッキーボーイよ、あなた。入江くんもこの日本版ではエターニティゲットしましたので、一緒にね、育成しましょう。はい、そしてレギュルスなんですが、こちらね、強いんだよ。そんな弱くない。普通に強いんだけど、アタッカーなんだよ。アタッカーなんだけど、メインアタッカーじゃないんだよね。そのさっきの左の2人に比べるとメインアタッカーじゃないので、ちょっとね、そこまでダメージを出す役割ではないんですよね。ちょっとアタッカー系サポートみたいな感じのキャラなんですよね。ですので、パーティー組むときに、まずメインアタッカー1人決めてという位置からは少し外れてしまいます。もちろんここでレグルス取得されてもいいんですが、パーティー組むときは基本的に、メインアタッカーをね、添えたいので、このレグルス入れるとしたら他にね、ちょっとアタッカー系を入れなければいけなくなります。そこら辺ね、ちょっとご注意ください。ちなみにこのレグルスはですね、序盤はそこまでね、強くないんです。まあ強くないで、強いんですが、そこまで強くないということで、ですが、後半ね、洞察さんかな？進化さんみたいな感じで、そこに行きますと、かなり、強くなります。大器晩成型かな？ということを覚えておいてください。はい、それではその下のガチャ見ていきましょうか。こちら、ササビーピックアップですね。こちらは星6のヒーラーなんですよね。ヒーラーなんですが、すぐね、体力を回復するわけじゃなくて、継続回復なんですよね。ですので、瞬時に回復してほしい時にはね、ちょっととっていう感じになります。じゃあ弱いので、弱くないよ、強いんだけどね、ちょっと難しいテクニカルなキャラね、めちゃくちゃ強いかと言われるとそうでもないかもしれない。いや強いんだよね、いや俺これ取ったんだけど、でいいよ、使っていいね、ヒーラーとして使ってください、けどちょっと難しいでしょ、間違いない、難しいの。例えば戦闘中にパーティーメンバーが体力かなり削られてもう死んじゃうと。ね、瀕死です。ササビーさん回復お願いしますと言うでしょ？ササビーなんて言う？任せてくださいと。私が回復しますと。行きます！継続回復！は？何やってくれてるのってなるでしょ？もうパーティー壊滅です。でしょ？いや、毎回そうなるわけじゃないよ。毎回そうなるわけじゃないけど、そういう場面もあるかもしれないね。間違いない。ありますよ。じゃあ弱いので、弱くない。普通に強いの。ね。ヒーラーとして強いんだけど、ちょっと、難しい面もあるよということを覚えておいてください。そしてこのササビ、洞察さんでね、すぐ回復できるようになります。ですので、こちらのササビも大器晩成型ですね。洞察さんかな？
から一気に強くなります。はい、同時にピックアップされている星5のキャラクターも見ていきましょうか。下の女の子の方はチャーリーですね。こちらは、アタッカーです。で、星5なんですが、星5の中ではかなり強い部類です。もう当たりの部類です。で、上は X、 こちらは、そんなにめちゃくちゃ弱くはないですけども、めちゃくちゃ強いとかではありません。まあそういう感じです。はい、そして次の、ピックアップガチャですね。こちら星6のナイトピックアップガチャなんですが、注目はね、こちら星5のコーンブルメ。こちら星5なんですが、まず星5の中では、最強かな、多分最強だと思います。一番おすすめ強いキャラで、星6の中に入れてももうトップレベルのキャラクターとなっております。簡単に説明しますと、リアルダメージ系の最強デバッファーですね。敵のリアル防御力を下げることができます。かなり下げます。ですので、パーティー全体の余ダメージが上がります。余ダメージも結構出ますので、もちろん星5の中ではトップ、星6でもかなりの上位となっております。そしてもう一人の星5ピックアップが、テナントですね。こちらは、シールドを貼ったりするキャラです。下のコーンブルメほどは強くありませんが、そこそこね、使えるキャラではないでしょうか。はい、そしてこのピックアップガチャのメインがこのナイトですね。星6の、アタッカーです。そしてこのナイトはメインアタッカーを貼ることもできますので、こちらのナイトを主軸にしてパーティーを組むことができます。はい、この3人なんですが、結構ねこのガチャ当たりが多いということですね。ナイトかなり強い、コーンブルメ、かなり強いで、テナントまあ悪くはないということで、まあこのガチャは悪くないガチャですよね。じゃあ上のサザビーガチャはダメな、いやダメじゃないよ、ダメじゃないんだけど、全体的に見るとこっちの方がね、いいかなと。いやサザビー強いよ、欲しいよ、サザビーガチャ引くのもいいけど、こっちコーンブルメいるからね、そういうのを比べるとこっちの方がいいかなという感じです。はい、そして最後のガチャは工場ガチャですね。ここで、いろいろすり抜けを狙う方もいるかもしれません。はい、そしてピックアップされてないキャラでもおすすめ強いキャラはいますので、軽く説明していきましょうか。まずは、メインアタッカーとしてケントリオン。はい、こちらは、メインアタッカーです。で、強さとしては、最強レベルだと思います。ですのでこれ出た人は育成絶対した方がいいと思います。はい、そしてこちらはリーアンガン、バッファーデバッファーですね。こちらは非常に強い評価となっております。位置付けとしては、ソネットですね。配布のソネットみたいな感じで使うことができます。パーティーに一人入れておきたい。でもこのリーアンガンいないからといってダメというわけでもなく、まあ代わりにソネットがいますので、別にねなくても大丈夫です。まあこの2名に関しては、狙えないですので、まあ取得できたらラッキーということで、育成した方がいいと思います。かなり強いです。はい、ということでして、リセマラチのおすすめキャラでした。はい、このリバースは、結構ね難しいゲームなんですよね。ですのでイレ君半年前からね、中国版結構やってて少し知識があるので、皆さんわからないこと多いでしょ。多い、間違いないね。イレ君もわからないことはいっぱいあるんだけど、皆さんよりはね知識ありますよ。ある、ある、間違いない、ありますので、そこら辺をね、どんどん動画にしていきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録いいですか。いい、ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは次回の動画か生配信もやってるのでよろしくお願いします。次回の生配信か動画でお会いいたしましょう。